バカと天才は紙一重、しかしゆかりさんは天才の方、天才工場長のゆずきゆかりでございます。どう考えても、バカの方です。いくつかの素材の自動生産ラインを作成しました。作れるようにしたものは、ベルトコンベア、地下ベルト、分配器の輸送三重子に、歯車と木質ボード、そして基礎回路基板か。輸送三重子と基礎回路基板がメインですね。特にベルトコンベアは、自動生産しておかないと圧倒的に時間の無駄になるので。コンベアだしな。カレーを、ルーから毎回作っているようなものです。カレールーはスーパーで買っちゃった方がお手軽です。ルーからこだわり抜いて作る人もいるかもしれないよ。そういう人がいたらごめんなさい。あ、ごめんなさいじゃなくて、許してにゃん。はあ、ざとゆかり。さて、輸送三重子の組み立て機まで作ってあるのですが、一つの問題がありまして。問題？ここなんですけど、出来上がった地下ベルトを、インサータはコンベアの右に置いています。ということで、分配器の方はコンベアの左に置きたいんですが、このインサータ、分配器を右に置いてしまうんですよね。それはそういう仕様だから仕方がないんじゃ。いいえ、この問題は解決できるのです。そう、ボブズモッドならね。ということで、ニアインサータの研究を行います。研究が終わるのが楽しみでニヤニヤしちゃいますね。ニアインサータだけに。ということで、ユカリンは死んでしまったので、ここから私が実況していくね。勝手に殺さないで。ということで研究完了。この研究が完了したことにより、インサータの GUI を開くと、オフセットという項目が追加されています。これにより、インサータがコンベアのどの位置に置くのかという設定ができるのです。左側に設定すると、このように、本来であれば右側にしか置けないインサータも、左側に置いてくれるようになるのです。バニラより圧倒的に便利になってやがる。インサータに関しては、もうこれがないと戻れないぐらい便利ですよね。これで、輸送三重子の生産ラインも完成ということで、こうやってチェストに入れておきましょう。新生、ゆかり工務店の誕生です。そういえば、工場のパーツになるアイテムを集めた区画をゆかり工務店とか言ってたっけ。コンベアにインサータ、組み立て機から電柱、任天堂スイッチや PS5 に至るまで何でも取り揃えております。後半は工場関係なくね。ゆかりさんは今とんでもない事実に気づいてしまいました。どうした。こちらをご覧ください。木質ペレット、木材5個で作れるアイテムだけど、こちら1個で木材5個分の燃料として使えます。あれ、そういえばこないだ、木材を炉の燃料に使おうとして、石炭ができちゃって失敗してたよね。これなら、炉の燃料にできるんじゃないか？そう、そこなんです。しかも燃料汚染も 90% で、木材の 100% より少ないときた。これは、燃料を石炭から乗り換えるしかないっしょ。いや、こんなにいいものが最初から解禁されているなんて、知りませんでした。ちゃんとレシピ一覧は眺めておかないといけないね。ということで、まずは作業台から木質ペレットを作成するようにして、コンベアを引っ張って燃料用の石炭ラインに合流。分配器の設定から木質ペレットを優先的に流してもらうようにして、これで木質ペレットを炉の燃料に使う準備はできました。木質ペレットが足りないときは石炭を使ってもらうってことか。そして温室が30棟に増えました。また一気に増やしたな。この工場は全て木で動いている。木こそが万物の始祖であり、神であるのです。さあ、皆さんも木に感謝を。神である木を無限増殖してますけど。八百万の神がいるって言うじゃないですか。八百万は数ではなく種類という意味だ。てへ。温室を増やした割には、思ったほど木材の生産量が増えていない気がする。木材の一部は、苗木に還元しなきゃいけないし、温室にも電力を使うから、ボイラーを動かすための木材もまた増える。温室の拡張に伴って、消費する木材も増えてしまうから、思ったほど生産が増えないのかもね。ふむむ、超巨大温室区画を作って、全部木材で賄っちゃおうぜという作戦は、うまくいかないのかもしれない。ある程度の汚染は受け入れて、汚染を広げないことより、周辺のバイターの巣を倒していくしかないのかもね。サイエンスパックの自動生産ラインを作ります。そろそろ本格的に研究をどんどん進めていきたいと思いますので。赤色のサイエンスパックの材料は、銅板と鉄の歯車。どちらもすでに量産を始めている素材だから、難しい話ではない。両方の素材を持ってきて一つのコンベアにまとめて、組み立て機で加工するだけですからね。優しいものです。まあ、途中からサイエンスパックが牙を剥いてくるんだけどね。それで、作ったサイエンスパックを研究所に流し込むんですが、初めて知ったことがありまして、研究所から研究所に、インサータでサイエンスパックの受け渡しができるみたいじゃないですか。ということは、ベルトコンベアと繋いでおく研究所は1個だけで、あとは全部研究所同士を連結させていけばいいってことね。そうなると研究所周りのコンベア整備が楽になりますね。そしてこうなった。確かに研究所から研究所にサイエンスパックが受け渡されている。搬送速度の問題ですごい長く連結させることはできないですが、8台ぐらいだったら大丈夫かな。これでいろんな研究ができるようになったので、
軍事技術の研究をしましょう。マシンガンやショットガンが使えるようになります。そろそろ、バイターのスタイジを意識し始めたかな？いや、まだ、ですかね。バイターを退治するには、まだ装備が足りない。だいぶ慎重になるじゃん。この研究で解禁されたサブマシンガンを作成します。作成したサブマシンガンは、左下に装備できます。というか勝手に装備されます。最初からハンドガンと弾薬は持っていたけれど、ハンドガンで巣を壊すのは無理があるよね。さらに、ライトアーマーも作成。防御力が高くなります。ユカリンはガードが硬い。これもまた頼りになる性能ではありませんので、何らかの事故でバイターが襲ってきた時のための保険ということで作りました。以上。これまで作ってきた工場なんですが、半分解体します。いきなりだな、おい。実は、この工場の欠陥を一つ見つけてしまいまして。欠陥とは、ゆかりさんが可愛すぎることです。ちゃんとしろ。はい、ごめんなさい。ベルトコンベア、スペースの節約のために、一本のコンベアに2種類のアイテムを流すようにしているんですが、これをやっちゃうと、今後の生産ライン作りが、すこぶる面倒になりそうなんですよね。流れる2種類のアイテムのうち、片方だけを生産ラインに持ってきたいという時、フィルターインサータがないといけないんだけど、そういえばまだ解禁されてないよね。そうなんです。そういう問題もありますし、フィルタインサータによる輸送力では限界もありますので、これを無難な形、1コンベアに1アイテムという形に変えようと思います。となると、ほぼ工場を一新するぐらいのテコ入れが必要か。まあ頑張ってくれたまえ。人ごとを。だってプレイしてるのはユカリンだし。ユカリさんではありません。ウプ主。それはメメターだからやめようか。あ、はい。それじゃあ、工場大改造、頑張るぞい。ふふえ、歴麻痺は。すごい疲れてる。まあ、かかった時間は1時間半ほどなので、そんな苦行ではなかったですけど。その作業で値を上げてたら、今後の工場開発はできないってね。言ったように、1コンベア1アイテムで流しています。2列のコンベア、2列の脇を繰り返して並べていく、いわゆるメインバス方式というやつです。メインバス以外の工場の作り方がわからない。そして、やっぱり1コンベア1アイテムだと、メインバスの幅がめちゃくちゃ広くなりそうなので、フィルタインサータが解禁されたら、2アイテム流しても問題ない部分は2アイテムにしていきます。バニラならともかく、モッド入りでメインバスは処理しきれない可能性があるぞ。悩みどころですね。悩みすぎてゆかりさんの頭がハゲ散らかっちゃう。ゆかりんがハゲるところは見たくないな。じゃあ代わりにマキさんがハゲてください。もっと嫌だ。といったところで、今回はここまでです。もしよかったら、いいねをお願いします。ではでは、See you.